こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ヘブンバーズ8始めていきましょう。お、3000超えましたね。まずはガチャから。行ってみるか。あなたも今日から大島家の一員です。お、これは？お、SS だ。お姉さんです。お姉さんを これがお姉さんの元のスタイルですね。で、SS は元がなくて、舞台にないと強化できないのかな。ん？え？どうなってんだ？レベルは？なんでしょうね。レベル90到達が必要。これチェンジできるってこと？転生はできますね。
つまり編成で、こっちにしてもレベルは92のままなんか。姫、あ、公平装備は変わらずか、スタイルが変わるだけなんだろうな。死にかな。とりあえずこれつけとけっていうことですね。う、あ、そうか、パクってくればいいんだ。一応借りるだけだから。アクセサリーも同様です。リュウだけやし、なんだこれ。ということで大島一子装備させて進めていきたいと思います。メインストーリー、あ、どこだ。
なんか急にワープした。一瞬固まったかと思った。もう大詰めですね。大変な日々ですが、心配いりません。この国見たまに万事お任せください。来た来た。すごい筐体が熱くなる。戦闘員に届く攻撃のみボーナス。攻撃される前に殲滅する。攻撃が届かない地域まで押し戻す方法はいくらでもあるわ。必要なら輸送車の防衛ですね。周辺の部隊に応援要請を出してもいいの。使える手段は全て利用して本当だ有利な体制を作っていきなさい。なあ、ちょっと質問してもええか。はい、何でしょう。うちって何したらええん。近距離しか攻撃できへんのやけど。輸送車先頭の直営に回ってください。おそらく当分暇でしょうが。そうですか。では訓練プログラムを開始します。怖い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 。行ってらっしゃいませ。怖い。これが輸送車なんかな。のんびりしてられないぞ。誰？セラフいろんな形あるから面白いよね。一気に片付けるぞ。ここは大島いつこにお任せください。風の成功した。びっくりするやろな。お、意外と耐える。シールド貼ってんのかな。
なんかトラウマの形状だ。つけてるんだ。はい、悪役だ。気つけろ。ここは大島いつ子にお任せください。よっこらしょっと。落ち着いた。村田、聞いてないみたいだぞ。びっくりしました。びっくりしました。一気に片付けるぞ。ここは大島いつ子にお任せください。風のささめき。勝利とは我が示す道。やばいやばい。チャンスだ。思ってやれ。この花を始めましょう。さすがでございます。こういうのどう？かっこいい。かわいすぎ。どうしました。ルカちゃんウィン。いつやれるぞ。レベル上げないと。キャンサーって小さいと案外可愛く感じるときない？ない。わかる。たまに倒してからかわいそうって思っちゃう。一体というより一匹って感じね。ウサギと同じね。あ、ウサギは1羽2羽。嘘。蝶とかと同じじゃないの？蝶は1頭2頭よ。え、そうなの？1匹2匹じゃないの？一体どういうこと？おいおいおい、無駄な豆知識の連射で仲間を混乱に陥れるな。終わったんだ。作戦行動終了。戦闘時間、デフレクタ損耗率ともに目標ライン付近の数値になりました。葵さん、フェーズ3でも同じように 31A を支援した場面があったはずよ。その時はできていたんだから、同じようにやりなさい。葵、了解です。茅森さん、 31B が攻撃を担当している時の牽制は威力よりも速度を重視しなさい。牽制目的ならそんなにダメージはいらないわ。あと 31A のメンバーに細かく指示を出して無駄のない攻撃をするように。おお、すごいな。了解です。はい。真似をしないでくださいよ。いいじゃないか、茅森だもん。そうですね、かやもりさんはかやもりさんです。だから仕方ないです。よし、本人の承諾も得たし、バンバン真似するぞ。そこ、イチャイチャしない。はーい。あの、一ついいでしょうか。ん？何何？ 31B が敵集団に砲撃したとき、攻撃の威力が足りなくて倒しきれない状況が何度かありました。分かってんのかお前。ならおかしいぞ。申し訳ないですが、そういった状況なので、こちらの攻撃を手伝ってほしいんですが、それは可能でしょうか。難しい。ひどい鬼。ああ、話が難しい。あ、ほっか。葵さん、いい判断よ。できないことは自分だけで。なるほど。仲間全員で対応すればいいの。でも、かやもりさんに伝わっていないでは意味がありません。いやいや、大丈夫。
後でユッキーから噛みまくったのを聞くから。噛み砕いたのだろう。面白すぎこれ。説明しきれてないみたいに思われるわ。感心しないでいいから。得点稼ぎか。戦場でかよ。そんなの意味なのね。作戦を成功させるためです。そうだそうだ。怒られた。おお怖。珍しいね。明日でフェーズ4の訓練は最後よ。引き続き頑張りなさい。では今日の訓練はここまで。カイサ、お疲れ様でした。ロータリーモールはまだ見つかってないみたい。何それ。別名あるまで待機って言われたけど、どうしよう。あ、どっちも選択肢あるんだ。大丈夫かな。あ、でもまだ何も解放されてない。もうちょっとな。大丈夫だ。もう倒してしまおう。ここは何もないかな。死んじゃない。わらわの読み通りだな。
行き。お出ましのようよ。一転死んでみる？おいしい獲物がここにいますよ。こういうのどう？やりますね。間違えた。何かありますよ。慎重にな。よっしゃ。いいですね。皆さん無事でよかったです。冷静に行こう。見えた。そんな。待て待て。慎重にな。そっちは紹介エリア外だぞ。よっしゃ。え？会場行けないのか。そっちはし。お出ましのようよ。往復するだけか。
多分自動で移動させてエナジーが切れるまで待つし、待たしかないよ。おお、こう言いたい。ここは大島いちこにお任せください。こういうのどう？そのまま押し切っちゃいましょう。まあこんな感じ。買ってみるか。慎重に行きましょう。みんな行くせ。あ、一杯飲みか。そして徹底的にやる。かっこいい。破壊された。結構経験値を得られたみたい。すごい。お、おしまい。でもレベルアップです。
こ行きたい。
帰りましょう。どうやって帰るんだっけ。OK です。ありそう。まず一切れだけ試してみればいいだろう。おっと、ナイスハッキング。機械とは全く関係ないわ。関西は断然ソースや。味噌なんてありえへんわ。ソースみたいにシャバシャバじゃないんだな。ねっとりしてる。うん、それが特徴。いただきます。どっちの驚きだよ。お菓子みたいに甘くて美味しい。よかったな。3時のおやつに出てきても嬉しいレベルじゃん。相変わらずお子様やね。私こんなの知らずに生きてきたよ。早く名古屋を奪還しよう。奪還してもとんかつ屋まで復活するわけじゃないからな。私が営む。戦えよ。志半ばすぎるだろ。客も来ないわ。そこまで美味しかったのね。考え込んで、いつもなら機器としてギター触り始めるのに、最近訓練や紹介人の続きで疲れが相当溜まってんの。はい、そうだな。しばらくバンドの練習は休みにするか。いい提案だ。ライブしてその疲れを吹き飛ばさない。逆疲れは一方的に溜まっていくもんで、そんなので吹き飛ばねえよ。なんでさ、気分転換が一番の薬だろ。一番の薬は休養だわ。いや、うちもたまりにたまったサイキックをバリバリ言わせたいところやったから、ちょうどええわ。お前はただ単にサイキックが戦闘に行かせず勝手にたまってただけだろ。参考にならんわ。やりつー。どっちの衝動だよ。参考にならんわ。やりつー。不思議だ、響きは同じなのにライブに対してな気がしてきた。覚悟決めました。やらんか。この展示館もっと違うシーンで覚悟は決めるべきだろ。参考にならんわ。私って本番に強いタイプだ。それがまた発揮される時が来たんですね。戦闘で本番の強さを発揮しろよ。こんな趣味みたいなところで発揮すんなよ。参考にならんわ。お
んちゃんの意見を出すと賛成が7票だね。私一人じゃとても覆せない、圧倒的大敗。前は物足りなかったから長めにやろうぜ。うん、1曲しかできんわ。あ、そっか、かつてのセドリはまだ金なんだ。新しい曲をやれるように練習しなくちゃな。次はどの曲をコピーするの？コピーばっかじゃみんながつまらないじゃん。2曲目以降はオリジナル曲作ろうよ。さすが天才、頑張るよ。みんなでだよ。待て待て待て、訓練に紹介任務に作曲にライブに、私らは何なんだ。マルチソルジャー。なんだそのマルチクリエイターみたいなの。マルチクリエイターに演奏したりするの？いや分かるけど。いや分からんわ。まあまあ絶対楽しいからやろ。私の前にやるやらないの選択肢が今現れてほしいわ。やる遅くせんに、おさんはゲームオーバーになるよ。クソ理不尽なゲームだな。よし、早速始めていこう。相変わらず強引だな。とっかかりとかもなしにですか？とりあえず BPM とコード進行だけ決めておこう。あとは衝動に任せればいい。やりたいことをやればいい。そんな勢いだけでできるようなものなんですか？そうやってきたもん。音楽ちょろかった。真剣にやってる人たちに怒られるわ。さすが天才かやもりと異名を持つだけあるわね。前回あれだけじゃむれたんだ。今のみんなならやれるさ。行ってみよう。うん、今日はこのぐらいにしとく？ああ、全然スキルが追いついてないからな。次までそれぞれ練習しておきましょう。なんでそんなことしなくちゃならねえんだよ。フリータイム。何だろう。行きましょう。小樹が偉いこっちゃ。と思ったら、開始条件をクリアしないといけないという。えぐいな、これ。小樹が偉い。これはひどい。まあいいや。他は？まあでも目の前にこの顔写真あるんやからな。行こう。戦場に立ってきました。そういう意味では大先輩だ。
ほぼ全滅という戦場すら、なぜかシャラ一人だけは生き残ってきたんです。そうだな。それってものすごく強いということ？強く見えますか？可憐で守りたくなるタイプだ。よく言われます。可愛いねと。そしてそう言ってくれた人はみんな死んでしまいました。シャラよりもずっと強かった人たちなのに、どうしてかいつもシャラだけが生き残るのです。新しく配備されるたび、今度こそシャラの番だ覚悟して戦場に立つのです。それでも生き残ってきたのはなぜ？怖っ。いや、なんか今すげえ寒気が走った。シャロに近づかない方がいい、そういうことだと思います。シャロの友達はこの子だけでいいんです。この子だけはどんなに傷ついても縫えば生き返ってくれますから。よし、今から私の強さを見せてやる。ダンジョン行こうぜ。アリーナじゃないんですか？実戦で私が死なないってことを証明するから。わかりました。ではシャロは、シャロ以外のみんなが死んでしまうことを証明します。わかない。シャロは物語があるんで、それを見てください。泣けます。ああいうな。ロシア南部島に生息するおじさんのような顔をしたデブ猫よ。マヌルとは小さい野生猫というモンゴル語に由来するわ。ぬいぐるみの方を調べてる。正解よ。よく調べてある。やったー。ルカさんどう？これまでのお名挽回できたわ。違う、お名挽回してどうすんだ。挽回してるしてる。つかさっちもダンジョンに付き合って。いいわ、今の私とても気分がいいから何でも協力するわよ。ん？屍が二つ。この子何か怖いこと言ってない？まあまあ気にしないで。びっくりした。頑張りどころね。だっただけ。開けろ。すごいわ。多分 A だ、残りの2人は。え？これはやばいかも。絶対だ。
け性。負け確イベントなのかこれ。証明される日までルカを見届けたいと思います。なんか死ぬ前提になってる気がするけど、私は死なないからちゃんと見てろよ。だ、よろしくお願いします。あ、よろしく。お前もよろしくな、マヌルネコの。あれ、この子の名前なんて言うんだ。ルカです。ん、そうなの。この子の名前も今からルカです。シャロとルカ、この2つの名前さえあれば世界は成立しますから。やっぱりこの子怖い。シャロが大浴場の前でマゴマゴしている。ルカ、お風呂に行きませんか。私を待ってたのか。はい、今日はルカと一緒に入りたくて。なんか妙な重さを感じるけど、オーケー。そう、いいの？もちろんです。こんな感じでどうです？ああ、気持ちいいよ。ルカ、綺麗。うわあ、背筋がゾクッとした。ごめんなさい、つい指でなぞってしまって。ルカの背中がとても綺麗だったから。あのさ、シャロ、背中はタオルで洗うので十分だから、うん、なんか残念そうな顔してる。
すごいでき、スラスラでけっすよ。おお、やってるな。なんでけっすか。邪魔しに来たの。いやいや、お互い大変だなって。バカさができっすか。私たちをバカにするっていうの。バカなんて一言も言ってないんだけどな。あんたと一緒にされたら誰でもバカだと思うわよ。ひどい言われようだ。みんな言い返してやってくれ。何これ、すごいチーズの量。ハチミツつけたらもはやスイーツ。食事とかお金取るやないか。別のことで盛り上がってる。はっ、哀れなやつね。なになに。いや、チーズナンがすげえうまいってだけだけど。リーダーがバカにされてるのにそんなことで。バカにされるのはお前の普段の行いのせいだろ。あたしらには関係ない。よし、あたしも食おう。なんて切り替えの速さ。怖いでけっすよ。まったくだね。関わらないでおきましょう。フェーズ4訓練は本日で最後ね。次のエミュレーションは実際のフェーズ4を想定してハード設定を行います。一瞬の油断も許されません。もし油断したらルトラソウルに決まっていないの。は？はい。え？お前ら何言ってんの？はい、おしゃべりはそこまで。エミュレーターに入りなさい。訓練内容は分かってるわよね。前日お続きですね。でもここで打ち切るつもりです。では訓練プログラムを開始します。行ってらっしゃいませ。この場合しつけは最初から始まるんだよね。いろいろ解放された。そうだね、こっから再開されるんだろうな。ギャラリーってなんだ。あ、懐かしいな。あったあった。これは悲しかったな。イベントもあります。怖い。お、アメリカンヒーローだ。解放されたようなものありますね。なんだこれ。
プレイはできるんですね。これはまだダメ。一生クリアのストーリーに関しては全部できるんだ。で、今二つやってるはず。これもかな？これはまだじゃないかったっけ？三つか。この三つをクリアしてますね。これはまだだ。これはまだできるんで、プレイしてもいいかもしれません。はい。ということで、今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いします。ツイッチもやっておりますので、ぜひ、ライブ配信でゲームやってますので、フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。